はい、皆さんこんにちは。ゲーム作家マサです。今日はですね、まあ、私はゲーム作家ということでゲーム作ってるんですけど、ちょっとそのお話ししたいと思います。まあ、これですね、ここにはですね10億人をつなげるとね、書いてます。で、まあ、どんなアンダーのかということで、あ、室内になっちゃうね。ここ今ね、箱根のね、ガラスの森美術館に来てます。ここでね、どういう、まあ、自分のゲームのことを語ろうと思うんですけど、ちょっと待ってしまってね、まあ、景色いいんで、景色楽しんでもらえればと思いますけど、まあ、私が作ってる作品は、チェスとか、チェス、囲碁、リバーシー、そういったものの多人数対戦を作って、まあ、こういう感じですね。ちょっとデータ乗っけるかもしれないですけど、これじゃなくて。で、これがね、なんで10億人をつなげるかっていうと、こう見たら、乗っけてるんですけど、競技人口がね、シャンチー10億人、チェス5億人とかね、非常に多いんですよ。で、それを多人数で、で、こんな風に立体型にすることによって、まあ、立体型だとね、映像コミュニケーションが取りやすくなるんです。よくいわゆるこのボード型の盤、まあ、囲碁も将棋もそうですけど、だとなかなかね、こう、ボードばかりをこう見せて、人の顔も一緒に見せられないんですけど、立体、こういう風に立体型だとね、見せられるんで、まあそういうことを私作ってるんですけど、本当に10億人の人をつなげたいと思ってます。で、ちょっと進みますね。で、これこれはね、某 S 社にね、提案したものなんですけど、日本で一番、なんだろう、ゲームでは大きいとこですかね。まあ、これ、まあ、10億ってね、なかなかこう、コミュニケーションプラットフォームって今あるようでなくて、で、メタバースってね、今、そういうワードも出てきてますけど、まあ、私がメタバースをやりたいというよりは、こういうメタバースってそもそも、まあ、セカンドライフ的なものでそんなにうまく、いくものではなくて、まあ、人がね、例えば仕事でも、ちゃんと行くのはそんなんですよ。やっぱ給料もらえるから行くんであって、それをね、わざわざこう仮想空間とかで、やらないっていうね。だけどやるのはね、ゲームみたいなこう動機が高いところで、それで私のゲームなんですよ。で、これ本当にね、全員とは言いませんけど、多くの人がね、すぐこう楽しみたくなるんで、そこでね、こう映像を使ったコミュニケーションって容易に生まれるんですよ。それによってメタバース的な、メタバースで必ずしもね、なんかこうバーチャルなキャラクターを使ってとか、それだけではなくて、要はそのバーチャルとリアルの捉え方いろいろあると思うんですけど、バーチャルを例えばこういう盤っていろんな角度から見れないと、展開がわからないんですね。相手の、状況を知らないといけないので、そのためには視点を変えないといけない。これは今既存のゲームで全然できる技術なんですけど、そういうものをね、いち早く取り入れたところっていうのは、まあ、メタバースでも世界を席巻するようになるかなと、覇者になるかなと思ってます。でね、なので、これをちょっと英訳して、最近ね、ガンファムのうちね、M 社とね、F 社。F 社、まあ最近 F はメタ社になりましたけど、社長さんね、なんだっけ、ザッカーバーグさんとね、あとナディラさんね、ティラ・ナディラさん、インド出身ですけど、まあ、に手紙出してみました。これ届けはいいんですけどね、まあ、私は採用してくれると思ってますし、こういうのを採用しないことには、マイクロソフトだって、Facebook だってうまくいかないです。今の Facebook のやり方も、まあ、他社さんを買収するとかそういうのではなければ、ちょっと非現実的というか、ちょっと頭が良さそうで、実は悪い人の発想をやってるので、まあ、まあ、こういうね、ゲームで行くと、非常に可能性があるということでね、まあ、私も、まあ、一応時流もあるんで、メタバースということで、提案をしてます。で、これね、日本の S 社、ソニーかな。
には10月26日、CEO のね、方宛てに送りましたけど、アメリカはね、11月10日だ。で、まだね、普通郵便の書き留めで送ったんで、いつ届くかわかんないんですけど、まあ、どっちかに採用されればと思ってます。で、ガンファム5社ありますけど、今回は、ガンファムといっても、5社じゃなくて、マイクロソフトのね、Facebook というかメタというか、2社だけにしました。うん、その2つが、まあ、力入れてるのもあるんですけどね。で、あ、そうだ、1つ面白い取り組みとしてね、今ちょっと、こういうコロナ禍ということで、郵便事情が悪いんですよ。なんで、書き留めね、だったら、どれぐらいで着くかって、郵便が着くかってね、わかるんで、そういうのもね、郵便、アメリカに出したけど、何日かかったみたいなのもね、動画にできればね、なんか、そういう興味ある人にはお役に立てるかなと思ってます。まあ今日いきなりね、突拍子もない話しましたけど、まあこういうこう、コネクト、ワンビリオンピープね、決して不可能じゃないんだけど、それはね、あくまでゲーム。で、人々はゲームの中で生きるようになり、ゲームが中心になるということでね、もっとこう、ちょっとこう、最近人気のない Facebook とかね、まあ、私やってませんけど、ああいう感じでは全くなくなるんですけど、イメージしてるメタバース、仮想空間よりももうちょっとゲームが中心になるということで、私をしていろんな会社に提案してます。まあ、世界のメタバースはね、まあ、私がね、派遣を握るのかなとかね、妄想いっぱいしてますけどね。まあ、結構いい線ついてるかなと思ってますんで、今後ご期待いただければと思います。はい。まあ、旅ばっかりしてますけどね、今はね、あ、なんか、やってますね。これね、箱根の、彫刻じゃなくて、ガラスの森美術館でね、ワークショップしてるんでしょうね。楽しいですね。こういうこう、テーマパークみたいなのもね、ゲームのテーマパークも作りたいなと思って、いろいろ研究してるところで、音楽もあっていいですね。こういうのにゲームの要素を絡めたらいいですね。では、この辺で終わりにします。はい、ではゲーム作家マサでした。新しいね、ゲームの世界切り開きたいです。10億人をつなげたいです。そして世界を楽しい、ものに少しでもできるように取り組んでいきますので、よかったらチャンネル登録とか、こういうのね、よろしくお願いします。はい、ではではゲーム作家マサでした。ご視聴ありがとうございました。